お疲れ様です。前田です。今日はこれで遊びます。騎士流戦隊竜奏者ガシャポン可動変形騎士竜王3ナイツです。こちらはですね、1回200円のガシャポンの商品で全4種類ですね。1番騎士竜王、2番ティラミーゴ、3番トリケーンプラスキャノン ×2、4番アンキローゼプラスドリル ×2 です。ということでですね、全部揃っているやつを毎度おなじみで、コンプセットを買いました。結構ティラミーゴと騎士竜王がレアアソートで出ないみたいですね。アンキローゼとトリケーンが被って出まくるみたいですよ。今年はですね、デラックス版でばっかり遊んでますので、こういったガシャポンのアイテムはあんまり注目してなかったんですけど、時々劇中でちっちゃいティラミーゴ出てくるじゃないですか。あれの時に、これぐらいのサイズのティラミーゴがあったらいいなっていうのもあってですね、今回購入してみました。で、デラックス版のようにですね、いろんなところに、ジョイントチェンジできるのかっていうのもちょっと気になりますね。写真には、騎士竜王3ナイツしか載ってないんですけど、騎士竜王トリケーンとか騎士竜王アンキローゼに、果たして合体できるのかっていうのもちょっと気になりますね。はい、ということで、組み立てます。1番の騎士竜王の中身はこんな感じですね。結構バラバラにパーツが入ってまして、あとはこれだけのシールです。はい、1番ですね。騎士竜王の組み立てとシール貼りが完成しました。こんな感じです。うん、騎士竜王ですね。ただですね、このドリルとかキャノンパーツは別のものに付属してるので、それを後から付ける必要がありますね。で、可動範囲は腕が360度回るのと、あとはですね、足がですね、このように前後できますね。腰可動とかは、ここ若干動くんですけど、可動するというレベルではないですね。顔は固定です。顔のアップです。ちょっとシールがですね、うまく貼れなくて斜めになってて、ちょっと、おかしなことになってますけど、こんな感じですね。ちょっと顔違うかな、デラックス版と。で、ティラミーゴのこの顔なんですけど、1番についてるのはですね、ちょっとこういう風に平べったい感じになってますね。2番のティラミーゴの顔を差し替えることでもうちょっとかっこよくなるみたいですね。続きまして2番ティラミーゴが完成しました。シールはなかったですね。このようになってます。で、ちゃんとですね、目の部分が塗装されてたりして、顔はバッチリですね。で、口が開くことができなくて、で、この尻尾は結構もうハリボテみたいな薄っぺらいのがついてますけど、でももうティラミーゴですね。で、可動はですね、足が動くのと、あとデラックス版と同様に、ここもこうやって動くんですけど、デラックス版と同様にここぐるんと回るんですよ。だからこのまま、尻尾取って、こう変形していけば、もうちょっと騎士竜王っぽくなるんですよね。ただ、さっきの騎士竜王と並べると、ですね、ここ塗装がなかったりとかするので、あくまでやっぱり騎士竜王に変形させるわけじゃないっていうことかな。ここに、うん、顔がつきそうなんですけど、これ、抜けるじゃないですか。差し替えは可能ですね。気づかなかった。で、さっきの、この、ティラミーゴの顔をこいつと、変えてやることで、はい、見栄えが良くなりますね。なのでですね、全部集めることで、完全な騎士竜王になるという感じですね、この商品は。3番トリケーンプラスキャノン2つですね。トリケーンの、先端がぐにゃってますけど、これちょっと直すとしてですね。で、キャノンパーツと、トリケーンがあります。こんな感じですね。ちっちゃい。で、なぜかですね、片面だけシールがついてて、これ別にこのシールいらなくないって思う感じではあるんですけど、幸い顔の目はですね、塗装されてまして、シールを貼らずにですね、完成ですね。このトリケーンはですね、デラックス版と同様にここが分割するというだけですね。で、合体ジョイントはこういう風になってて、ヘコとトツのジョイントっていうのが、このシリーズだとこのようになってるんですけど、つくのかな、こういうの。あ、いけるな。つきますね。結構、デラックス版に近い遊び方ができるかもしれないですね。そして最後4番ですね。アンキローゼプラスドリルが2つですね。アンキローゼはこんな感じですね。トリケンと同様に片面だけシールがついてますね。で、ハンマーは回転ができなくて、ここが2つに分割できると。これはデラックスと同様ですね。全部組み立て終わりました。並べるとこんな感じですね。じゃあこれを使ってですね、まずはですね、完璧な騎士竜王を作ってみましょうかね。まあ、この騎士竜王にですね、まず、ティラミーゴのこのダミーの顔を外して、で、こっちのちゃんとしたティラミーゴの顔をセットしてやって、で、あとはですね、トリケーンのこのキャノンパーツをここにつけて、で、アンキローゼについてたドリルパーツを肩につけてやれば、騎士竜王の完成です。はい、こんな感じ。うん。かっこいいですね。で、可動はさっきと一緒ですね。腕回りというか肩がですね、こう回るのと、足が前後に開くと。まあ、これぐらいですね。デラックス騎士竜王と並べるとこんな感じの大きさの差がありますね。結構小さい。まあ、あとはところどころ色分けが違いますね。このすねの部分とかがこれ赤のままですけど、あとはそんなところで目立つ感じの色の違いはないかな。シールでこういう模様は表現されてるので、あとはですね、ドリルパーツとかキャノンパーツ自体の色が、ちょっと違うので、まあ、そこが気になるっちゃ気になるかな。あ、こっちつけてなかったか。うん。ちなみにトリケーンとアンキローゼはこんだけ差がありますね。かなりちっちゃいですね、こうやって見ると。うん。もう、子供とかいう小ささじゃないですね。かなり大きさがありますね。差がありますね。うん。これぐらい違います。ではですね、今回のシリーズのメインギミックですね。騎士竜王3ナイツに竜装合体します。まずはドリルパーツとキャノンパーツを外して、で、トリケーンとアンキローゼを分割して、肩にトリケーンの後ろパーツとアンキローゼの後ろパーツをつけて、その上にドリルですね。ドリルパーツをはめて、で、腕部分は、このキャノンパーツをですね、このようにセットして、あ、これ、シール背面にいっちゃうんですね。うん、こんな感じかな。で、これも同様にですね、こうして、こうか。はい。騎士竜王3ナイツ！はい、完成しました。ちゃんと合体しましたね。ただですね、シールが、さっきも言いましたけど、つける方向によっては後ろ側に行ってしまうのが、あれって感じになってますけど、まあまあ、うん。まあ、3ナイツですね、こうやって見ると。ただサイズ差がかなりあって、デラックス版と並べるとこんなにサイズ差がありますね。3分の1、うん、4分の1ってとこですかね。かわいい3ナイツができました。これデラックス版の箱なんですけど、裏面にですね、騎士竜王トリケーンとか騎士竜王アンキローズの写真が載ってまして、これちょうどサイズ差いい感じですね。この写真と並べていいぐらいの大きさですけど、今回のガシャポン。この2つに変形できるのがちょっとやってみたいと思いますね。まずはですね、パーツ全部も外しちゃいますかね。顔はないので、もうこのままやるしかないですね。トリケーンとかアンキローゼの時のリューソールがないので、仕方ないですね。で、あ、ティラミーゴの顔を取って、まず騎士竜トリケーンだと肩に、これがついて、で、これはこのままか。つけて、はい。で、トリケーンの、肩パーツを胸につけて、お、できんじゃないですか、これ。で、これがここですよね。で、ドリルを正面に一つつけ、あ、できるじゃん。すげえ。こんなとこっすか。あ、下向きか。こうか。これで、で、肩に砲台がついて、おー。顔は違いますけど、騎士流をトリケーンにも組み替え可能ですね。今後この顔パーツがですね、新しくつけばですね、他の合体もできますね。じゃあ、ミルニードルじゃない、アンキローゼか。騎士流をアンキローゼにもしてみましょうか。よっ。結構硬い。外して。よいしょ、外して。で、この後ろの尻尾も外して、でですね、トリケーンが肩で、で、ドリルが肩で、はい。で、胸部がアンキローゼの前半分。で、こちらの手には尻尾。あー、つくつく、いけるいける。あ、ちょっと緩いかな。緩いけど、あ、いけますね。ついて、で、ハンマーつけて、で、回転はできないんですけど、ここにドリルと、で、反対にはキャノンパーツか。これをつければ、よっ。ああ、できましたね。騎士流をアンキローゼの完成でございます。いや、すごいな。ちゃんとできますね。組み替え合体。うん。なかなかいいと思いますよ。これただコンプが結構大変みたいですね。僕他の方の動画見ましたけど、トリケーンとアンキローゼがですね、山のように排出されて、ティラミーゴと騎士竜王がなかなか出ないという感じだったので、騎士竜王とティラミーゴがいかに早く出るかですね。で、ただ、トリケーンとかアンキローゼが仮にいっぱい出て被ったとしてもですね、こんなおもちゃだったらいっぱいあっても良さそうですよね。気になるのはですね、足の裏。これなんですよ。これ、いけるのかな？お、ちょっといけるんじゃないですか。これ下駄とかにもできますよ。反対側の足を。トリケーンにして、ちょっとはまってるってよりかは、ちょっと合体してるというよりかは、ちょっと半分にしないといかんですね。あー、ものすごく緩い。これでもこのへこみは、乗せるためにあるんですかね？ちょっとわからないですけど、この足を下駄にしたら、よっ。ちょっとバランス悪いな。やっぱり、つけた方がいいかな。これで、一応乗る感じですね。ガチャッとははまらないですけど、乗ってますね。まあ、なんで、あとはもう自由にですね、付け替えて、まあ、遊ぶ感じですね。はい。頭の後ろとかにも、向きによっては、つく。つきますので、こういう風にですね、デラックスのようにですね、遊べますね。なので、これトリケーンとアンキローゼがある程度ダブってもですね、遊ぶ余地は全然ありそうですね。僕は4種類コンプで、ダブってないものを買いましたので、普通に回すよりはやっぱりちょっと値段はしましたけど、まあ、この騎士竜王とかティラミンゴが手に入らないかもってことを考えるとですね、なかなか、ガチャガチャに挑むのがですね、勇気がいりましたので、コンプセットを買ったんですけど、なかなか遊べますよ、これ。はい。ということでですね、今回は、騎士流戦隊竜ソージャーのガシャポン可動変形騎士流3ナイツの、ご紹介でした。遊べますね、このアイテム。今後ですね、タイガランスやミルニードルが出てくれればですね、ファイブナイツへの合体もできそうな商品ですよね。あとは、この足裏のジョイント。これが、うん、気になりますね。このシリーズでは対応してないっぽいんですけど、後々出てくる何かにですね、対応してると考えると、このシリーズ今後も、楽しみなものになりましたね。追っかけて価値のあるシリーズという感じはしますけど、どうでしょうかね、どうなるか。騎士竜王トリケーンですとか、騎士竜王アンキローゼにもですね、顔パーツはないものの、組み替え遊びができますので、はい、運よくですね、ティラミーゴや騎士竜王が手に入ればですね、格安でデラックス版と同じような遊び方ができると思いますので、これはこれでありかなと思うアイテムですね。ということで今日はこんなところで終わります。ありがとうございました。前田でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。前田です。いつもご視聴ありがとうございます。まさとし前田チャンネルでは、騎士竜戦隊竜ソージャーのデラックス玩具、騎士竜王を使って、いろいろな合体遊びをしています。視聴者の皆さんが考えたオリジナル竜装合体の遊び方をぜひ教えてください。私が考えたオリジナル合体や、視聴者の皆さんが考えてくださった合体の仕方、それを竜創造合体シリーズとして、シナリオを勝手に制作、合体シーンも僕が勝手に考えて作ります。応募フォームやコメントで皆様からいただいたアイデアは、一つずつまさとし前田がチェックしております。現在は皆様のリクエストにお答えするために、こんだけあります。おもちゃ屋さんか！ちなみに、それぞれの数を言いますと、ティラミーゴが3体、他の騎士竜は4体あるぞ。視聴者の皆さんがいろいろなアイデアをくれるので、ティラミーゴの2体合体とか、僕には思いつかなかったような合体方法が、竜創造合体でできるようになりました。これも一重に、俺のミルニードルのおかげ。送っていただいたアイデアが採用された方は、竜創造合体の動画の中で、発表、お礼を申し上げます。ファイブナイツをベースにしたものや、騎士竜王をベースにしたシンプルなもの、とにかくごちゃごちゃ合体させたもの、たくさんのアイデア、コメントをお待ちしております。できれば俺を後ろに回す合体はやめ。ということで、皆さんの力と、まさとし前田の力を、一つに合わせ、ドルイドンもびっくりするような、竜創造合体を決めようぜ。ああ、できれば俺の顔を前の方に。竜ソウルのことも忘れないでね。いやー、シンプルに3体合体とか、騎士竜王をいじったりとか、3ナイツのバージョン違いとか、5ナイツをベースにぐっちゃぐちゃにくっつけたりとか、とにかく今までいろいろなやつをやってきたね。中には微妙なやつもあったけどね。まさとし前田の思考回路はワンパターンだからな。し、やる気なくしたらどうするのよ。お、これかっこいいなぁ。俺たちのロボットは他の戦隊と違って自由度が半端ないぜ。ティラミーゴ1体、タイガランス2体、アンキローゼ2体とか、ミルニードルを4つ使った合体とか、いろいろなアイデアをいただいたね。中には息子さんが考えてくれたやつをお父さんが送ってくれたやつもあったぞ。しかも写真付きで、今現在竜創造合体の応募フォームには写真をつけることもできますので、こんなかっこいいやつできましたっていうのを送ってくださると、それの合体シーンを勝手に僕が考えて作ります。同時に敵キャラに使うロボットのアイデアも募集しています。私のチャンネルでは敵キャラを他の戦隊のロボットにやらせますので、この怪人はこういう特徴があるからこのロボットがいいとか、この敵はこういう攻撃をしてくるからこのギミックを持ったロボットがいいんじゃないとか、そういったアイデアがいただけたら嬉しいです。敵キャラを選定する際の理由付けになるので、非常にありがたいです。ちなみに我が輩は目立つところにつけてほしい。かっこいい、面白い、イケてる、竜創造合体遊びを教えてください。皆様からのアイデア、コメント、お待ちしております。よろしくお願いします。前田でした。